じゃあ、あと次関数字の3です、はい、3もこれは覚えてほしいところなんですね。これは結構横線が多い字の基礎なんですけど、あの1、2、3ってつなげる方多いです。これは基本的にあの絶対ルールはないんですけど、ね、基本的にあの良くないです、はい、ただ単にうるさい字になってしまいますので、じゃあ、 あの1,2,3 これも基本的にあんまりバランスが良くないです、ね、どうするかというと止まってスッという感じ、はい、これが丸です ね、 ねこれが一番すっきりくる形ですので、ね、3本あったらあのこう書いてこういうようなイメージ、まあ、ここはつながるつながらないどちらでもいいんですけど、気持ちはこっちはつなげてもいいんですけど、こっちはなるべくちょっと開けてください、はい、そうすると字がスキッとスカッと見えますので、はい、ちょっと書いてみてください。 3、はい、横線は長くしないんですよ最後のね。じゃあもう一ついきます。川っていう字がありますよね、はい、川も同じです。普通に楷書で書いたら川はついて払う、ついて止まる、ついてゆっくりと長く払う、これもこう例えばこうなったらあんまり良くないです。これもできれば一画目はまあ軽く払っても止めるでもいいんですけど、こういって次はもうつながってもいいです。気持ちはつながってもちょっと離れても気持ちがつなげてもいいですよっていう感じに見えますので、それが自然な流れだと思っていただければと思います。ちょっと川を書いてみてください。川ですね。そうですね、まあ、まだまだ楷書っぽくね硬くなりますのでね。例えばここ、ここ見てくださいね。ここ、はい、今のはこう来たらこう来てここまで気持ちはつながってるんですけど、ここでまた突き直してるんですね。あじゃなくて受け止める感じです。こう来たら受け止めて、下こう来たものを受け止めてスタートですね。これこだわってもいいですね。ここはこれ欲しいです、すごく字には、はい、あの三角時にできてますよね。これがここで こういう感じができてますよね。これが欲しいんですね、線がつながったって突き直したんじゃないですよっていうのを、2の場合はちょっとこれがこう書いた時にちょっとついた、ちょっとこう来てついた感じが見えますので、あんまりこことここはつながってる感じがしないんですよね、はい、バトンリレーをうまくしてほしいんです、はい、それができてくると、はい、もうすべてそれなんですね。結局はもうすべてがつながるようなイメージですよね、はい、